はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、前回の飲んだジェントっていう、なんか CGC グループのね、これ CGC って、CGC のジェントオフというやつで、糖質が 70% オフ。これ第3のビールです。これジェントは飲んだんだっけ？前回飲んだんだったっけ。原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと糖類と食物繊維とスピリッツ、かっこ大麦と炭酸ガス。アルコール度数が 4%。原産国名が大韓民国。韓国かよ。輸入者が、この株式会社 CGC ジャパン。うわ、これ韓国のやつ。おばあさんをね、おばあさんを助けた時に利用した、スーパーマーケットにて購入しました。うわ、これあれか。韓国の？俺、ジェントって飲んだったっけ？前回ジェント飲んだんだっけ？前飲んだことあるよな、これな。ちょっとググるか。ジェント。カンピー。あ、ジェント飲んでないっすね。ジェントプラスっていうやつがあるんですけど、俺それ買っとっけの。あ、ジェントプラス買ったけど、まだ飲んでない。これね。これの 70% オフ、バージョンですね。こっちを先に飲むべきだった。薄い。これアメリカンラガーみたいに薄い。しかも韓国製で、あとよくあるバーリアルっていうイオンのね、トップバリューのバーリアルもこれ全部韓国製なんで、あんまり嫌いなんですよね。薄い。ちょっと酸味がある。酸っぱい。あ、酸っぱい。なんだろうな、この変な酸っぱさ。薄いビールの、あれだ。あれに近い。ノンアルコールビールみたいな酸味があるんで、あれと同じ酸味ですね。うん。それの味がすごい。薄い、酸っぱい。で、さらに韓国製。値段は確か100円ぐらいなんですよ。まあ、安いんです。アメリカンラガーに酸味を加えたようなもんだな。ああ、そんな味。アメリカンラガーに、違う。ノンアルコールビールを加えたような味。まずい。うん。まずい。薄い。ものすごい薄い。
薄いし、この酸味がなんか、なんとも言えない、まずさを醸し出している。酸っぱい。なんだこれ、この酸っぱいの。まずい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 。とにかくまずい。もうダメだ、これは。まずい。これまずいしかないわ。コクなし。甘みもなし。酸味がある。まずい。はい、1、2、3、2です。ご視聴ありがとうございました。